2018年4月21日、土曜日、アゼリア飯綱 SHF ミーティングイン信州2018にて ISA 備定の試験をしております。ただいま、J1WKX 勝間さんが送信しています。免許がありますので大丈夫です。アンテナはどれですか？アンテナこれですね、はい、約10デシぐらいですかって言ってっけど本当はどうか分かりません、ね、うん、そう、でも3入れなんだよねこれね、こう厚くて3つ3枚あるんだよね、うん、送信機は？送信機はこちらです。はい、これ、はい、送信機、はい、はい、なんかバラックのようですが。バラックです、はい、すいません、まだ試作中ですね、はい、中にあの変調機が入ってます。はい、変調機、どこどこどこ、この、変調基板だけ抜いたわけね。変調機、ああ一緒に入ってるわけね、うん、はいはい。で、変調機の出力が、あ、止まっちゃったかな、大丈夫、ミキサー入ってます。ミキサー、はいはいはい。でミキサーはミニサーキットのそのままです。はい、で、ローカルはあのワールドワイドフェーマスなソリオックです。ああ、なるほど、ああ、先端ですね。で、4500メガです。はい、で、変調機は1245メガ、はい、で、5745メガで、ドライバー通して、うん、あのアンプですね。アンプ、なんか裸のような気がしますね。裸です、はい、で、アンプの、まあ、買ってきたやつの入力のアテネタを外して、はい、5000メガ用 の、 あのバンドパスに取っ替えてあって、はい、これであのローカルとイメージは、イメージというか、うん、反対側のヘッドラインはバッサリ切れてる。なるほど、はい、でそれで、TR スイッチの、これはあの半導体ですけども、は、半導体スイッチ、半導体スイッチ進んでますね、さすがに。いやいや、もう古いやつですけどね、うん、でその後あのローパス、あ、バンドパス通してアンテナに行ってます。はい、はい、でさっきのアンテナですね。そうです。で送信のこのソフトは、これはあの YouTube でどなたかが作ってくれたあの、うん、動くカラーバーです。あ、あの、いいですね。テレビで夜中に流してるやつですね、うん、あ、そうなんですか、うん、夜中に流して動くの？やってますよ、動くの、うん、ということで、コールサインは入らないっつったっけ？これから頑張ります。あ、よろしくお願いします、はいはい、皆さんのやつ入れてください。あ、やります、やります、はい、皆さんのやつ入れて作ってくれるそうですんで、はい、ここにいるのは誰ですか？はい、D さんなんか酔っ払って寝てましたけど、はい、こちらは、はい、こちらは XGA さん、 XGA さんも、XCJ さんも作ってんだよね。作ってます、はい、もうできた？いや、まだできてない。あ、ダメですね、早くやってくださいね。ちゃんと免許申請してるんです、はいはい、免許申請しなきゃなんない、やってください、お願いします、はい、で、こちらは、はい、あ、J0GPO です、はい、何か、いやいや、説明してください。あ、説明を、はい、はい、今これ電波が強すぎて、はい、はい、今ここで壊してます。指を離すとこれ止まります。はい、あ、これ電波強すぎる、ね、あ、強すぎる、はいはい、そうですね、はい、で、ここが重要ですね。強すぎると映らない、この辺がよくある症状です。で、今映りました。はい、これでちょうどいいぐらい、はい、で、これ離すと強すぎてフリーズしますと、はい、電波が強すぎるとダメと。感度が悪い、これよりも悪いために今映ってる、はい、あ、感度が悪いから映る、はい、あ、なるほど。感度が約 50dB、はい、これで 35dB、変換離得ですね。そうです、変換離得がそのくらいの差がありまして、はい、その差は出てくるみたいですね、はい、なるほど、はい、わかりました。これは受信専用、受信専用機ですね、はい、これが送受専用、送受信機ですね。で、ここにあの中継や写真撮りの人がいますけど、この人もそのうち作るそうです、 KAD さんです。そして今あのこちらから、すごい装置を持ってくるいつもの人です。はい、お願いします。はい、はい、説明で、これ5ギガのトランスバーターでかいですね、えらい。はい、で、こちらがミニワットですから、はい、なんかすごいものがいっぱいありますんで、いつものように、はい、はい、これが延長ユニットと受信機、はい、こっちがモニターシステムです。は、なんかすごいですね、あの量がすごいなという雰囲気ですが、ということで本日あの SHF ミーティングイン信州の中で、部屋の隣のロビーというか、ラウンジでちょっとテストをしております。パワーどのくらい出してるんですか？